ってる。動物園にあるパンダ用の遊具みたいだね。お家と遊ぶところはできたし、次は食べ物かしら。トリケラトプスさんは何を食べるの？トリケラトプスは草を食べるんだよ、ココロン。地面に生えてる背の低い草がご飯なんだって。なるほど。つまりこの庭はその子ジェニファーにうってつけというわけだね。そうね、ここには草がたくさん生えているからお腹いっぱい食べられるわよ。はい、食べ放題みたいだね。いや、好き勝手食べさせたらダメでしょ。景観とか計算して作ってる庭じゃん、ここ。え、そうなの？じゃあ食べ放題はやめた方がいいのかな。うん、できれば餌を食べられる場所をちゃんと作って…って、違う。その卵から恐竜は生まれないんだってば。大丈夫だよ、ピー君。はぐみがこうやってずっと抱っこして温めてるから、いつになるかはわからないけど、ちゃんと生まれると思う。ああ、なんて言ったらわかるのかな。はぐみちゃん、本当にずっと卵と一緒にいるよね。抱っこしたり手先に入れてたり。そうですね、学校にも持って行ってるみたいだし、いつか問題になっちゃいそう。誤解が解ける前にはぐみと卵を引き離しちゃうのもありですかね。例えば卵をどこかに隠すとか。はぐみ、恐竜さんのために私たちができることって他にないかしら。お家のそばに池があるといいかも。わかったわ。それじゃあ今度は池を作りましょう。うん、でもうまくできるかな。はぐみ、最後に池を作ったのは幼稚園の頃だから。池を作ったの？どこに？近所の公園だよ。穴を掘って水を流すだけだから簡単なんだ。ただ一回穴を深く掘りすぎて出られなくなっちゃって、どうなったかは覚えてないな。それじゃあ今度はきちんと完成させなくてはね。だね。盛り上がってるとこ悪いけど、池って何のために必要なの？本当にいる？必要だよ。トリケラトプスは池で水を飲んだり体を洗ったりするんだって。そうなのね。はぐみは恐竜さんのいろんなことを知ってるわね。そんなことまで。ああ、なんという愛情の深さだろう。この子が困らないようにできるだけのことはしてあげたいから。あ、はぐみちゃん、卵が帰るのをすごく楽しみにしてるんだね。はぐみちゃんと卵をただ引き離すっていうのはもしかしたらちょっと違うのかも。ですね。でも早くはぐみたちに恐竜の卵じゃないんだって分からせないと。うん、気づくのが遅くなればなるほどはぐみちゃんたちがっかりしちゃうよね。ほんと、どうしたもんですかね。ダメだ、一晩悩んだけど結局何も出てこなかった。おはようございます、ウーキーインです。服装チェックが済んでいない方はこちらへお願いします。あ、さよ先輩、おはようございます。おはようございます、奥沢さん。交渉はついていますね。もう通っていただいて大丈夫ですよ。ありがとうございます。ほう、何もないって分かってるのに服装検査って緊張するんだよな。はぐみ、おはようございます。北沢さん、交渉は大丈夫ですね。あら、その手提げの中身は何ですか？大きな卵のように見えますが。うん、恐竜の卵だよ。恐竜の卵？
コン？まずい。北沢さん、不要なものを学校に持ってきてはいけませんよ。それなら大丈夫だよ。はぐみにとって必要なものだから。いえ、そうではなく、どう見ても不要なものでしょ。してって、まず授業に必要ないでしょ。でもさよ先輩、学校にギター持ってきてるよね。ギターって授業で使うの？それは放課後に練習があるので。どうしてギターは良くて卵はダメなの？卵にだけ意地悪するのは良くないと思う。意地悪じゃありません。だからそれはつまり、少し待ってください。今整理して説明しますので。さよ先輩が混乱してる。すみません、さよ先輩、卵はその上層教育的なあれで、学びに不要かというとそうでもないと言いますか。違うよみーくん、上層とかじゃなくて、この子はトリケラトプスの。いいから、はぐみは黙ってて。そんな感じで今日のところは見逃してください。失礼します。待ってください、まだ説明が終わっていません。ゴーゴー